アーサー・コッペル・アルトール・コッペルは、オーレンシュタイン・ウント・コッペル社の共同創設者、及びアルトール・コッペル社の創設者であった、ドイツの実業家で、機械工学の起業家である。ちなみにアルトールはドイツ語名で、アーサーという英語名が、日本では広く知られている。アルトール・コッペルは、銀行家、レオポルド・コッペルの兄弟であり、当初は、ベルリンの鉄鋼商社、ジー・デルシャウで、 支配人として働いていた。1876年4月1日、彼は、ベンノ・オーレンシュタインと共に、オーレンシュタインコッペル社を設立し、1万5000マルクを出資した。しかし経営者間の性格の相違により、1885年に、両社は相互間の合意により独立した。分離独立が行われた時、旧会社のオーレンシュタイン社は、国内市場に、 新会社のアルトール、コッペル社は海外市場に業務が5年間限定されることが合意された。1897年までにコッペルによって提供された鉄気道資材は砂糖やコーヒーのプランテーション管理及び世界各地の未開発地域での栽培で実証済みだった。同社は1901年にベルリンで設立されたドイツ・イギリスのタ旅工業及び 鉄道会社の鉱石輸送用に、スワコプムンドツメブカンとユカタン半島の鉄鉱石、輸送船を付設した。1905年に、コッペルは彼の会社を株式会社に変え、当時は、ボーフム、デュッセルドルフ、ハンブルク、ライプツヒ、ミュンヘン、シュベリーン日社、または、支店があった。1903年にアルトールコッペルは、UI 会に参加している。 1903年には友の会に参加。コッペル市会社のペンシルベニア工場1905年に、コッペルは米国にも事業拡大した。彼はアメリカ人技術者の H.R. フレッド・エリスと協力し、1906年にビーバー群のビーバーリバーにあった558ヘクタールの土地を取得し、そこに工場を建設した。1910年頃にビーバー群に建設された。 コッペル村は彼にちなんで名付けられた。墓その後コッペルはベルリンバイセンゼーにあるユダヤ人墓地に埋葬された。彼の会社は1909年にオーレンシュタインコッペル社と合併し、オーレンシュタインコッペルアルトールコッペル社を設立した。1912年頃にはヨーロッパに8つの工場があり、フィラデルフィア、シカゴ、メキシコシティ、ブエノスアイレス。 ジャワ、中国、南アフリカに死者があった。1920年に会社は、オーレンシュタインコッペル社に名称短縮された。アメリカが1917年に第一次世界大戦に参戦した後、オーレンシュタイン・アルトール・コッペル社とペンシルベニア州のその後会社は敵の資産として押収され、1918年に競売にかけられ、ドイツ人従業員が抑留された。 新しい所有者は、おそらくアメリカの共同事業者によって設立された、救済会社で、有名な名前のコッペルを社名に組み込み、コッペル工業用自動車設備会社とした。ハンス、ヘニング・ゼイブル、オレンスティーン、ベン・ナンバー・イン、ノイ・エドイ・チェ・ビオグラフィ、バンド19、ダンカーハンブロット、ベルリン1999。 ISBN3 から 428002008S587F ユベールジョリーテクニシャスオスコーンフツボッチフュアダズヤー1906警戒コラーライプツヒ 1905S533 アカイブコピーウェイバックマシン http www.ivark3d.com、e、オーサーズイングリッシュジョン W ジョンウルフジョーダン G2 ロジクルアンドパーソナルヒストリーオブビーバーカウンティーペンシルベニアボリュームマイナス2ドローベージマイナス52 G2 ロジクルアンドパーソナルヒストリーオブビーバーカウンティペンシルベニアボリュームマイナス2ドロー shtml.http www.naja で html コッポラレンター 247html-http コロンスラッシュスラッシュ w w w j e w i s h c e m e t e r y w e i s s e n s e e o r g サイ t グラブスタットン33から47、htmhathttp コロンスラッシュスラッシュニュースドット .google.com スラッシュニュースペーパース、2度イコール 1126&、ダットイコール1918万 705&、ID イコール W3 ザラバッジ&、シットイコールヘンゲラバッジ&、ピコグラムイコール5325、77万5011、US コミッティーオンファイナンス。 リターン・オブ・エイリアン・プロパティ hr－ 七千二百一、千九百二十八、s－ 百十六、http コロンスラッシュスラッシュ gat－ewy－dashbayernd。です。ラッシュ・ b v 零二零二七七六八三。ありがとうございます。